三千大千世界にあって陸道主上、万物生き量はまことにちっぽけなもの。それは妖怪とて同じこと。気を抜けば他の種族から虐げられ、もてあそばれ、やがては殺され。だからこそ誰かが教えてやらねばならんのだ。生き残るため、強き者のもとに集うことを。やつは混沌の海に立つ灯台のようなものだ。圧倒的な力と明晰な頭脳、そして恐ろしいほどの冷静さを持っている。それこそが四天童子、妖怪の頂点に君臨する男よ。だが腹立たしいことに、奴は今二つのものに溺れている。女と酒だ。女の名は鬼女もみじ。奴のせいで四天童子は、一刻も早く奴に己を取り戻させねばならぬが、一体どうしたものか。そうだ、生命。鬼女もみじとも縁あるあの陰陽師を見れば、四天童子も失った怒りと憎しみを取り戻すに違いない。